ここにもかかし、あっちにもかかし、通りをユニークに彩るかかしたち。リックアトリート。今度はハッピーハロウィン。思い思いに仮装した子どもたちが集まってきて大盛り上がり。ストリート。トイストーリー。トイストーリーか。ここは深川資料館通り商店街です。商店街へいらっしゃい。この商店街、西は清澄通りから東は三つ目通りの先まで、およそ800メートルの通りに多くの商店が並びます。途中には名称の由来ともなっている深川江戸資料館があり、近年では清澄白河駅から東京都現代美術館への散策に格好の商店街として脚光を浴びています。それでは商店街のお店を数店舗ご紹介しましょう。まずは創業100年、和服のことなら何でも揃う呉服屋さん。最近セルフフォトスタジオもオープンした玉木屋です。苔の着物からですね、デニム着物、浴衣のようなカジュアルな、ものの取り扱いもございますし、お祭り盛んということもあって祭り用品の取り扱いですとか、まあ、海外の方向けの、お土産雑貨なんかを取り扱ったりですとか、まあ、幅広い商品を取り扱っております。続いてはこの商店街の一番東で頑張っているこだわりの天ぷらと料理が人気の新蘭です。小上がりの個室があるので、まあ、家族 の、 お祝いですとか、まあ、法事ですとか、そういった方に、まあ、プライベートな形で、料理をご提供できる場所があるというのが一番の売りですかね。お料理に関しては、和食なんですけど、割とあっさりしたこう油が重たくない天ぷらをご提供しています。お花を飾りたい、作りたい、送りたいと思ったらアトリエベベ。リースや壁掛けなどのレッスンも好評です。ちょっとこだわりの花を置いております。産地からこだわって煮ているので、あまりいいものが市場になければ入れないっていう感じでですね、だから常にお花がたくさんあるってわけではないんですけれども、その分ある時には素敵な花があるっていう感じです。ソムリエが選ぶワインに外れなし。世界の美味しいワインをお手頃価格で揃えるワインショップアンジュールです。まあ、2000円から3000円台のワインで、まあ、週末にねちょっとこう買って皆さんでこの家族で飲むようなこうワインですね、こういったものがたくさん揃えてますね。あとはまあ贈答品用という形で少しこう高級なラインナップのワインもたくさんございますので、まあ、普段使いでもよろしいですし、あとはまあちょっとねプレゼント用の高級ワインもございますよというところですね。ジッターバグボーイはファッションとフィッシングをテーマとしたライフスタイル提案ショップです。まあ、一応そのアパレル目線から見た釣りの提案という形で、いろいろ世界の国々の釣りにまつわるようなものとか、あとは古着とか釣り道具、まあ、ルアーとかも扱っているようなお店になっております。最後は毎週木曜日のお昼時にお弁当とパスタを出張販売する忍者パスタ。パスタ以外の創作料理も大好評です。全部手作りのちょっと 和と洋となんかいろんな国の料理が混ざったようなテイストで、ボリュームは重視して満足していただきたいという思いがあるという話です。はい、10月10日木曜日、深川資料館通り商店街協同組合の事務所で理事会が行われました。協同組合に加盟しているのは現在およそ120店舗。それらを取りまとめているのが玉木屋の店主であり協同組合の理事長である玉木雄太郎さんです。この日は秋に開催するイベントやお買い物券などについて打ち合わせしました。理事の方もお店の方もイベントを成功させよう、商店街を盛り上げようと
一丸となってさまざまな取り組みを推し進めています。本当に歴史の古い老舗のお店から、ここ数年で独立された、本当に若い店主さんがやられているお店まで幅広くあるのが特徴だと、思ってます。で、今まではどちらかというとご年配で老舗の方々が運営してきた商店街ですけれども、今年に入ってだいぶ新しい方々も、入っていただけるようになりましたので、今本当にベテラン組から、若い人まで、一緒になって協力してやっていける商店街に、なってきているのかなって思ってます。深川資料館通り商店街の秋の風物詩といえばかかしコンクール。第27回の今年のテーマはオリンピック・パラリンピック、清澄白河、その他全部で180体もの出品がありました。地元の幼稚園、保育園、小学校などでかかしを作って出品していることもあり、毎年個性豊かなかかしたちがお目見えします。子どもたちが作ったやつも置いてありますし、すごくこの鳥を取るのが楽しいので、すごくいいイベントだなと思います。作ったよね、前ね。そう、子どもが作ったりしてたので、かかしのイベントもすごく毎年楽しみにしています。はい、地域に愛着を湧いてるなっていうふうには感じてます。うん、いいことだと思いますね、商店街 のイベントとしては。はい、このかかしコンクール、毎年外部の方たちに審査を依頼し、道章から区長賞まで厳正な審査で賞が決定されます。全部紹介したいところですが、ここでは上位入賞作品を紹介しましょう。まずは商店街特別賞に輝いた9作品です。そしてこちらが最高賞の江東区長賞です。大久保友香江東区長も商店街を訪れ、集まった力作を見て回りました。そのユニークなアイデアに思わず笑みがこぼれます。お店の方たちはこの商店街のことをどう思っているのでしょうか。もう皆様がこう一緒になってこの商店街を盛り上げていこうっていう、子どもたちも含めてっていう力がすごく感じられて、すごくなんかこう温かい街だなっていうふうに感じました。はい、下町ならではのやっぱり人とのつながりとかあったかさもありますし、私ここの辺の出身では全然ないので、まあ、最初不安だったんですけど、皆様すごい優しく受け入れてくれて、お店もできてるので、とても居心地がいい場所ですね。はい、水野さんは地元の下町気質について語ってくれました。僕は小さい頃からやっぱりこの辺のおじさんおばさんたち、よく知らないのに挨拶してくる、なんだこのおっさんたちみたいな感じだったんですけど、今逆に自分がそういう風になってるので、こうなんか特に意識をしているわけではなくて、人情味が厚いとかなんとかとは思ってないんですけど、まあ、気がついたらそういう、こう関わり合いみたいなものをこう大事にしてたのかなっていうのは、こう言われると気づくっていう感じですかね。知らない間に本当にそういうおっさんの一人になってたなっていう感じです。この商店街を代表するもう一つのイベントがハロウィン。仮装した子どもたちが次々に訪れ、お菓子をもらいます。こんにちは。いい声で
およそ30の参加店舗に貼ってあるステッカーを見つけると、子どもたちはあの魔法の合言葉を言います。トリックアトリート。はい、トリックアトリート。お店の方はどんなに忙しくてもひっきりなしにやってくる可愛い子どもたちにきちんと対応します。参加店舗全体で1日5000個、3日間で1万5000個のお菓子を用意しましたが、ほとんどなくなってしまうほどの盛況ぶり。地元の方も楽しみにしています。じゃあ、はい、お好きなものを1個ずつどうぞ。普段こう行くお店も、まあ、行かないお店も、あの少しこうお店の人とお話をして、あのまた今度来ますねとか、そういうことをこうお伝えして、なんかこう街の交流にもなるし、あの子供は子供で嬉しい、あの楽しいイベントだなと思っています。でも子供が喜ぶんでありがたいです。この商店街さんはなんか頑張ってくださってるから楽しいし、子供たちが喜ぶからね、嬉しいですね。わざわざ区外から足を伸ばした方もいます。大江戸線かなんかのポスターに貼ってあったのかな、1週間ぐらい前から早く行きたい、楽しみにしてましたね。とそこにスパイダーマンが登場。あろうことか子供たちよりも目立っています。いや、あの子供たちが一生懸命やってるのをちょっと盛り上げようかと思いました。スパイダーお父さんの盛り上げもあって、子供たちは無事お菓子をゲット。商店街に笑顔があふれる3日間となりました。コロナ前とかコロナ中は少しこうイベントが縮小傾向で、ちょっとこう寂しいこう感じになったんですけど、まあ、明けて、まあ、ハロウィンの、ね、あの企画もあのできましたし、そうすると、ね、すごくやっぱりあの街全体がこう盛り上がりますので、もうぜひぜひあの 何十年も続けていってほしいイベントだとは、ね、思いますね。さて、こちらは平塚と江戸川区からやってきた方たち。かかしではなく、通りに展示してあるアート作品に興味があるようです。実はこの方たち、アートパラ深川おしゃべりな芸術祭の入選入賞作品を見るため、その展示会場の一つ深川江戸資料館にやってきたのです。会場にはさまざまな入賞作品が並べられ、多くの方が来場しじっくり鑑賞します。アートの商店街らしく、通りにはこれまでの入賞作品を展示し、商店街も芸術祭も盛り上げていたのです。では最後に、お店の方たちに今後の商店街について聞いてみましょう。あの美術館に行って、その帰りに絶対に、まあ、この商店街を歩いて散策して楽しんでいただくみたいな、なんかこう外からすごくこう集まってくるようなあの素敵な商店街になればいいかなと思ってますね、はい。もうちょっとこの4丁目を盛り上げたいなっていうのはありますね、まあ、ちょっとどうしても大通りからこっちはあの商店街からちょっとあの隔離されちゃってるようなイメージなので、もうちょっとまあ盛り上げたいなとは思ってますね。新しい方たちもたくさん入ってきている、まあ、自分もそういう意味では新しい区ですけど、まあ、そういう人たちと、まあ、前からいる人たちとがうまくこう融合して、こうどの世代にもこう親しまれるような商店街になっていければなというふうには思っています。外から来ていただいた方々にも楽しんでいただきながらもですね、本当に住んでいただいている地元の方々に愛されるような商店街でありたいと思ってますので、まあ、あの本当に街を盛り上げていくのとともに、この辺やっぱり特徴的なのはお子さんがすごく多いんでですね、あの子どもに喜んでいただけるイベントをやっていきたいなと思ってます。いらっしゃいませ。地元の方にとっては居心地のいい商店街、遠方の方にとっては散策が楽しい気軽に行ける商店街。ワインショップアンジュレ、新旧のお店が融合した深川資料館通り商店街には温かい人情が今も息づき、さまざまなイベントを通して子どもたちに喜んでもらおう、活気あふれる商店街にしようという熱い思いがあります。どうぞご覧くださいませ。深川資料館通り商店街へ。